過去に存在したユニーの店舗。過去に存在したユニーの店舗では、ユニーの店舗のうち、過去に存在していたものと、改築等に伴い解消されたものについて記述する。ただし、過去に存在していたものについては、ユニーの新度5マーク制定。1977年、昭和52年以降、ユーストアについては、合併後、2008年。 平成20年8月以降に存在していたものついて記述する。また、合併より前のユーストアの閉鎖店舗については過去に存在したユーストアの店舗を参照のこと。開店費等の情報は各年度ごとに発刊された日本スーパーメーカー商業会社発行からの引用による。都府県別閉店順に記載ユニー店のアピタ店への解消を含む。 その他、ピアゴ店への解消を除く、都府県別かつ改築等のための閉店順に記載。1、1977年、昭和52年時点でのユーマート店は次の通り。2、2009年、平成21年2月20日時点でのサンテラス店は次の通り。いずれもピアゴもしくはアピタに名称変更。3、2009年、 平成二十一年二月二十日時点でのアピタ食品化運転は次の通り、いずれもピアゴに名称変更。四二千九年平成二十一年二月二十日時点でのジョイマートユニー、1は次の通り、いずれもピアゴに名称変更。いずれも現在はピアゴ店、ユニの百パーセント子会社として、二千十七年平成二十九年十一月十三日に、 設立された、ドリテール株式会社に移管された、また移管される店舗を記載、予定含む。同社は、メガドンキホーテと任意の、ダブルネーム店舗の運営のために設立された。県別かつ業態転換のための閉店順に記載。ホテイと西川屋は、合併時点で、ホテイ七76店と西川屋32店の合計108店舗に、FC ユニー5店を合算し、 合併直後の報道では、計113店舗としている。なお、合併時点で合わせて112店舗としている出店も存在する。店名故障、回転費等の情報は、各年度ごとに発刊された、日本スーパー名館、商業会社発行からの引用による。元資料の古い住所表記は現代で使われる住所に、改めた。なお、回転日については、遺説があり、 年間に記載された開店日よりも数年前から営業していた可能性がある店舗が数点見受けられる。合併直前はストアブランドサガビを使っていた。一部株式会社さがミミ一貫店舗も記載。旧ホテイの店舗を継承。旧ホテイの店舗を継承。印なき店舗はオープン時、ホテイを称した。 ユニマートは合併後に付与された食料品主体の小型店の名称である。すべてオープン時、ホテヤを称した。印なき店舗はオープン時、西川屋を称した。赤のレント、山田屋、吉田屋、エコー百貨店の3社とユニ2が業務提携し、1969年、昭和44年11月に設立したフランチャイズチェーン。株式会社。 FC ユニーは1975年、昭和50年2月に、株式会社赤のレンが、九州合併し、4年3ヶ月で消滅した。FC ユニーとして、店舗展開されたうち、ユニー、チューブユニーは、旧、エコー百貨店の店舗を1970年、昭和45年末から引き継ぐことになった。会社設立直後はユニーを除く。 各社継承の12店舗が存在していた。法人としての FC ユニーは赤のレンが九州合併して継承。現在では建て替えた4店を除きすべて閉店している。なお、当初から店舗ブランドは赤のレンを用いた。なお、ユニー本体と FC ユニーはマルショー、現、ハローフーズ株式会社と主婦の店、バロー、来行スーパー、 岐阜市発祥のローカルスーパーの3社と共同出資して、共同仕入れ会社株式会社チューブ、スーパーマーケットチェーンを関連会社として1970年、昭和45年に設立している。グループとしての取り込みを図ったが、提携は解消されて消滅した。ホテや西川屋の共同仕入れ会社、株式会社ユニー設立、1969年、 昭和44年以前に閉鎖した、補テ屋の店舗は次の通り。大項目3項の記述店以外に、1975年、昭和50年までに開店し、同年まで存在した各地域販売会社によって運営された店舗は次の通り。1、中部ユニー2、関東ユニー3、東海ユニー、合併直前の補テ屋、西川屋の、 各本社各本部配送センター所在地は次の通り。ユニーは2008年、平成20年に、地区本部制度を廃止し、各地区本部は、本社直轄の地域事務所として、組織再編している。合併後の地に、東京本部に、会場北関東分室を、川口市に移転、北関東本部設置。横浜市神奈川区に、南関東本部を設置。 関東地区本部に再開所を計画していた開店予定点。店名は仮称。西暦左は計画発表年。西暦右は春行予定年。出店が白紙状態になっている店舗も参考としてここに記載する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。